モーガン・プレッセルは、アメリカ・フロリダ州ボカラトン出身の女子、プロゴルファーである。2007年のクラフトナビスコ選手権に、18歳10ヶ月で、初優勝を飾り、女子ゴルフ史上最年少のメジャー大会優勝者になった。8歳からゴルフを始める。13歳の時、2001年の全米女子、オープンゴルフで、初めて予選会を通過し、 同大会の史上最年少出場記録を作った。この時、彼女のおじにあたる元プロテニス選手のアーロン・クリックステインがプレッセルのゴルフバッグを担いだ場面が話題になった。アマチュア時代には2003年と2005年にも全米女子オープンゴルフに出場している。2005年の全米女子オープンゴルフでは韓国のバーディキムに敗れて2位になった。この後、 2005年度の全米女子アマチュアゴルフ選手権で優勝を果たす。2005年末のルプがツアー予選会で、プレスセルは宮里愛良と一緒に合格し、2006年からツアーのメンバーになった。ツアー1年目の2006年、プレスセルは出場23大会のうち21大会で予選を通過し、賞金ランキング24位に入った。2007年4月1日、 プレッセルは、クラフトナビスコ選手権で3アンダーパーのスコアを出し、2位に1打差をつけて優勝した。こうして、プレッセルは、ツアー初優勝をメジャー大会で決め、女子ゴルフメジャー大会で、18歳10ヶ月の史上、最年少優勝者に輝いた。ありがとうございます。